NB ロードスター、まだ落ち着いてください。でもね、僕の世代はね、NC なんでガッツリ付き合いがあったわけではないんですけど、NA に比べるとね、ガッチリしてるんですけど、結構ね、乗ってるって感じがしていい車だと思いますよ。NA と同じく搭載してるエンジンは B6 または BPZE エンジンですね。同じエンジンではあるんですが、改良されとってしっかりパワー上がってますね。後半に関してはね、BP エンジンの方が SVT っていうシステム入れられとって、ガッツリパワー上がって、最終的には別物のエンジンになってますね。ボディに関してはね、安全基準は変わっちゃったんで、リトラクタブじゃなかったんですけど、剛性上がってるし、NA の増えたところ全体的に改善してますね。でもね、本来初代って関数高かったんで、モデルチェンジする予定はなかったんですが、安全基準のせいで変えざるを得んくなって、肩も同じのを使って、サイズも重量も極力初代にするように作られとって、その上で初代の改善されてるから、この車はね、正当進化って言われてますね。結構古くなってるんですけど、NA とね、パーツの互換性があったりとか、パーツも再販されてるらしいから、意外とね、維持には困らへんらしいですね。ほんまにザ・ライトウェイトスポーツカーって感じで、エンジンもずっと踏んでる感があって気持ちいいし、ハンドリングもね、ジンバ一体って言われてる時があって、ほんま運転してるって感じがする車ですね。まあただこの NA、NB はどっちがいいっていうのは結構論争があって、まあ僕個人的には、ほんまに乗ってるって感じるんであれば NA で、ちょっとガッチリしていじるんやったら NB ですね。コンフォート。タクシーですよね。とうとう俺の場所は来たが、知らぬ人がおらんぐらいもうそこら辺で走りまくってもレアもへったくれもないような車ですね。クラウンコンフォートとクラウンセダンと間違われること多いんですけども、しっかりと区別はされてるみたいですね。クラウンって名前が付いてるのはクラウンの直径って間違われやすいんですけども、ベースは80系のマーク2で、しかもこの80系マーク2も70系マーク2の型を使ってるので、今で言うと40年前のベースを使ってるんですかね。タクシー、教習車、商用車用に20年も作られた車なんで、搭載したエンジンもね、まあ、LP ガス仕様とかもあって、まあ、紹介しきれへんですね。ただほぼ全部がタクシーが商用車で作られてるので、結構丈夫なんですよね。ほんであのエンジンかけるときは、キュルブルーンいいね。LP ガスはもちろんなんですが、ガスエンジンの方もそんなパワーあるように設計されてないんですけども、なかなかいい音出すんですよね。ボディに関してはあえて剛性ごとされとって、柔らかい上で衝撃を吸収するっていう戦法で約40万キロ持つらしいですね。あ、室内もタクシー用なんでね、謎の空間があったりとかしますね。ほんでこいつの利点は安いってことでしょ。超大量生産やから安いし、パーツも困らへんしね。僕としてはね、結構おすすめですよ。みんなが知ってるコンフォードの形はね、もう2018年生産終了しちゃったんですけども、2代目コンフォードがあったりとかするんですよね。まあ、形は全然違いますけど。あれ？コンフォート GTZ はあった、なかなか渋いの持ってきましたね。コンフォートの教習車仕様をベースにトヨタがガチガチでスポーツ仕様にした車なんですが、残念なことに60代限定でね、中古市場でめったに顔を見せないんで、僕もね、見たことも乗ったこともないんですが、ロマンのある車ですよね。搭載してるエンジンが 3SFE 型エンジンで、教習車用エンジンにスーパーチャージャー付けとって、元のエンジンの 26% パワーアップしてるみたいですね。一応馬力よりかはトルクを重点的にパワーアップしてるみたいですね。GTZ のエンジンはわかんないですけど、元のエンジンはそれなりに音を出してて、もうエンジンかけた時なんかもうかけたーって感じの音がするエンジンですね。ボディに関してはね、ガッツリって怒られてるわけじゃないんですけど、多少剛性は上がってますね。室内もね、タクシー用のスペースを利用して3連メーターが取り付けられたとかするみたいですね。ちなみにこいつの試作は東京都サロン2003年出展されとって優秀賞を受賞したらしいですよ。ただね、こんだけスポーツやるのに謎いこともあって、前幅がベースに比べてちっちゃくなってるのと、謎にリアブレーキがドラムなんですよ。それでも結構乗りやすいらしいですかね。教習車仕様魔改造、なかなかロマンありますよね。まあ値段が結構高いところがネックではありますが、僕は結構乗ってみたい車の1台ですね。将来86か BRZ 乗りたいですか、どう思いますか。ありでしょう。まあ、結構悪い意見とか故障が多いとか話は聞くんですけども、まあそれはこんだけの生産台数で取ったらね、まあそれはその意見も相対的に出てくるとは思うので、まあ僕個人的にはいい車やとは思いますよ。AE86 と全然似てないって話なんですけど、これはね、知名度とか AE86 みたいになりますようにっていう感じで86って名前付けられてるだけなので、実際はヨタ8とか 2000GT をイメージして作られてますね。搭載してるエンジンは FA20 型エンジンで、こいつはスバルの FB20 エンジンをベースに、トヨタの D4S っていう技術を導入したエンジンで、軽くて丈夫で NA の良さを持ってて、開発の時はトヨタとスバルはギスギスして作ったけど、完成した時にはお互いの技術を認め合ったっていうまあロマンのあるエンジンですね。ボディに関してはガチガチってわけではないんですけど、まあ十分剛性はありますね。ちょいちょいコスト削減ってことでデフにアルテッツァの改良版付けられとったりとか、足に関してはタイヤがプリウス用で、さすが 4WD のインプレッサをベースに作られてるので、まあ、ミッションもそうなんですが、まあそういうところがね、クロートさんに結構身につくところらしいんですが、まあそれはもうこの人気があるからこそだと僕は思いますね。ちなみにこいつの生産は農道のポルシェことサンバーが作られとった工場を利用しとって、なかなかロマン感じますよね。乗った感じはね、こいつ毎回改良されてるからどれがどれかよくわかんないんですけど、足もボディもしっかりしてるし、まあエンジンがね、パワーがないと言われてますけど、まあこれはね、NA の良さをしっかり出してくれるエンジンで、回すってことがしっかりできるし、ハンドリングもいいし、荷物も意外と乗るからね、僕は結構いい車やとは思いますよ。ルパン三世の車お願いします。カリオストロの城っつったらフィアット500ですね。外車でアニメ仕様の車やからね、ちゃんと話せるかは分かんないんですけど、ベンツ SSK の次に出てきたルパンの2番目のイタリア製の車ですね。さっき指壊しますけど、こいつをどんだけいじってもあんなアニメみたいには動けないですね。まず速度なんですけど、アニメじゃめちゃくちゃ速いんですけど、こいつは一人乗りでも最高速が100キロに満たないくらいなんで、あんなアニメくらいの動きはできないですね。ただルパンはね、SSK の方もフェラーリのエンジン積んだりとかしてるし、ルパンのフィアットはスーパーシャージャー付きらしいんで、もしかしたら乗せ替えてるかもしれないですね。ほんでルパンがレバー引っ張ってエンジンルームが開くシーンがあるんですけど、
ど、あれは本来ね、確か助手席側にレバーがあったんじゃないかなと思うんですね。ボンネットも上に開くんじゃなくて、本来はクーパーみたいに下に開くはずなので、まあそこら辺もいじられてるんでしょうね。で、なんで開けて走るかって言ったら、このエンジン原付と同じで空冷なんですよ。まあ50年以上前の車ですからね、当時はなんかオーバーヒートを防ぐために開けて開けるのが主流やったっていう話を聞きますけど、実際はどうなんでしょうね。ほんで一番は手榴弾を耐え抜くほどのボディ。本来フィアットってボディめちゃくちゃやばくて、やばいっつって、まあ今の軽自動車のこう押して戻ってくるタイプのやばさじゃなくて、押しても戻ってこないタイプのやばさなんですよ。それやのに手榴弾を耐え忍んでますからね。あの装甲はおそらくガンドリム合金で作られてるでしょうね。まあ以上、上記を逸脱した性能を誇るルパンフィアットですけども、動作はともかくとして構造的には結構リアリティがあって、まあさすがは宮崎駿が作った映画って感じですね。ちなみにこのフィアットって出てきた当時の監督の車やったらしいですよ。